疲れ様です、今日オンラインで同時におにぎりを握る世界記録をこのゲームに立ち会ってみて今の心境を教えてください。はい、まあ、ちょっと正直始まるファンではどういう感じになるかなと思ってたんですけど、いざあの発表の瞬間というのはすごい、もうすごいドキドキしましたし、なんかあの認定員さん の, あの服とかああいうマーク見てちょっとこう鳥肌立ったっていうところで、はい、なんか本当に世界一です。改めて、はい、すごいことなんだなと、はい、思いました。こうやってこうおにぎりを握るっていうこうチャレンジでしたけども、はい、子供たちがこう散歩間の中で頑張って握ってる様子見てどのように感じましたか？そうですね、本当に、まあ、みんな学校で一度練習したっていうことも、はい、聞きましたし、本当にめちゃくちゃ綺麗な形でみんな作ってたのですごいなと思って、まあ、たかがおにぎりって怒られちゃうかもわかんないですけど、本当にみんな頑張って握ってたと思います。ちなみに滝野選手の好きなおにぎりってどういうおにぎりですか？僕はでもやっぱ梅干しが一番、なんかまあいろいろありますけど、コンビニとかでもいっぱい売ってますけど、梅干しが一番落ち着くというか美味しいなって、はい、思います。普段作ることありますか？最近はもうないですけど、まあ、でも小さい頃は自分で逃げて食べてみたりとか、まあ、一人暮らししてた時期も長かったりしたので時々逃げたりは、はい、してました。まあ、今日挑戦をするということを子供たちが頑張ったんですけども、こう挑戦をするということの大切さというのはどのように感じますか？そうですね、まあ、挑戦することでもこれって、まあ、僕たちずっと小さい頃からサッカーを通して、いろんなことを挑戦しろって、まあ、チャレンジしろっていうことを言われてきて、やっぱり、結果的に、まあ、もし、失敗したとしても必ずそれが経験になりますし、まあ、それが成功すればすごい自信にもなると思って、挑戦するっていうこと自体が本当に僕は大事だなと思っているので、まあ、今年またシーズン始まって、新しい選手も加わって、まあ、2021年の新しい FC 大阪の、まあ、挑戦というかチャレンジになると思うので、はい、しっかりやっていきたいなと思います。個人的に挑戦したい状態ありますか？そうですね、まあ、挑戦、まあ、ちょっと今年はなんていうんですかね、まあ、今までもずっとやってきてはいるんですけど、本気で僕はセットプレーとかフリーキックを決めたいなと、まあ、そこにチャレンジを、なんていうんですかね、直接だけではないんですけど、まあ、アシストでもそうですけど、自分 の, その精度だったりもっともっと高めて、そこにチャレンジしていきたいなと思います。そして最初に生徒の方に挨拶したときに、知ってる人なかなか手が上がらなかった。そうですね、まあでもゼロじゃないだけよかったなっていうのもあるし、逆に言うともっともっと知ってもらえる、まあ、今日チャンスというか機会でもあったと思うので、これを機に今シーズンは去年よりも多く花園で試合できるかなと思ってるので、はい、ぜひみんなに見に来ていただきたいなと思います。最後にファンサポーターのメッセージをお願いします。はい、今シーズン、いよいよもうチームも始動して、しっかり鍛えて、しっかりいいチーム作って、3月14日の開幕 FC 刈谷戦を迎えられたらと思うので、まあ、それまで楽しみにしていてください。そしてまた今年も一緒に戦ってください。お願いします。